どうもこんばんは、しめやかです。どうもこんばんは、そいそしゅういです。ラジオだぜ、でーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今週あった出来事を、そいさんからどうぞ。あーえー、あ、髪切りに行ったよ。おー、はいはいはいあ。え、切ってなかったよ。そう。え一応切ってんねんけど。<laughs> え、切、怖い話か。切ったのえ切ったらええ、だって髪長かったよ。たうん。 あのー、まあ予約してさ、行くやん。まあ、まず会った瞬間、伸びましたねーってなって。ああ、いくつも行ってるとこだから。前行ったらもう半年以上前かも。あ、じゃあだいぶ間が空いちゃってるわけだ。あれいつやろうな。あれだって映画より前やで。え、だいぶ前だね。10月。え、半年以上経ってるってマジいやと思う。すごい経っそんなか。その後に一回行ってるか。まあまあでも。 だいぶ空いてて、伸びましたねって言われて。まあ、だいぶ立ってるしね。で、あー、はい、てで,で,で、どうしましょうってなるやんか。うんうん,うんうん、ううん、うん。で、そしたら、あの、後ろをもう刈り上げちゃって、みたいな感じで言ったら、はい,はい、はい。えみたいな言われて。なんでバッサリ行くんですねみたいな。<laughs> おーおーおおお行くやろ、そりゃ。で、なんか、なんか話してるうちに、うん。この長さ生かしましょう、みたいな話になって。<laughs> え 切らない方向性で考えてるってことで、なんか、あれよあれよという間に、その、セットをしないで、うん、もういいようにするにはみたいな話になっていって。ああ、はい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 ,はい、はい。短いとセットが大変ですと。うん、まあ確かにな。なので、長い方が、こうこうこうした方が、みたいなことを言われて。なるほど。あ、じゃあそれでってなっちゃって。なるほど。で、パーマ当てて、うん。長くして、で、横は刈り上げみたいな、ツーブロック気味みたいな。なるほど。風呂入った後、 耳にかけて自然乾燥しとけば、<う>まあまあ収まりますし、セットセラ、センで,でもいいですよ、みたいなことで。<う>で、やってもらったら、なんかパーマは弱いわ。髪はあんま切ってないわね。<う> <laughs> あんま変わらんみたいな感じになって。いやまあ、正直昨日動画撮影するときに見ましたけど、前と何が変わったのかはさっぱり気づかない。<laughs> 結局あんま変わらずというね。いやまあ、さっぱり、あんまっていうか本当に何も変わってないように見えましたけど。<laughs> いや、なんか、く、後ろ刈り上げちゃった方がみたいなのになったときに、うん、じゃあ、まあ夏になって暑くなったら、一気に行っちゃいましょう、みたいな。 今回はこれで行きましょう、みたいな感じで流されていって。何の賞賛があって、そいつ、その髪を切らない方向にカジュを切ったんだだからセットしやすくはしてくれたんじゃん、あの長さのまま。うん、しやすくなったのまあまあ、パーマ当たったなっていう感じはする。おー。おーでも、思ってたパーマじゃないというか、<laughs> もっとゴリゴリにやってほしかったけど、<ー>ゴリゴリにやったら多分セットしにくくなるんやろな。今はだから、あのままでね。昔さっき前の、神木に行く前のそういと同じ人が出てきたよね、だから。ちゃんと見る人が見たら変わってんのかな <laughs> わからんわー襟足は前よりちょっとマシにはなってるよな。だからその伸ばしっぱなしというよりはちゃんとセットされた襟足になったよっていうよな。なってるんじゃないかなーうーん。<笑><笑>え、それお金払ったの払うか。まあまあ、お金は払うよ、そりゃ。なんか知らんけど、パーマと買ったやのにカット料金取られてなかったけど。 おー、切ってないからかなパーまで予約してるんやけど。カットするなら、追加でかかりますよ、みたいな説明されて、ああ、全然大丈夫ですって言ったけど、うん、取られんかったな。不思議な。忘れてるとこある切ってないのかなまさか。切ってないんじゃないか。<laughs> バリカンで横は買ったけど。まあ、えっか、つって。そんな切ってないし、えっか、つって。取られんかったな。思ったんじゃない そ美容師さんも。これで金取った赤いのああ、あんまりに変わってないから、見た目が。さすがに、さすがにかって思ったのか。髪切りに行こうって言って切りに行ってるはずやのに。うん。なんであんな流されたんやろなんか言葉巧みにというか。やっぱ似合ってたんじゃないその、長い方が、刈り上げより絶対長い方がこの人似合うなって美容師さん思ったのでは思ったのかなうんか。君は絶対長い方がいいよって。それか刈り上げめちゃくちゃ苦手なのかな それは言うやん。借り上げ苦手だったら俺、僕借り上げ苦手なんで、って。ああ、そうか。うん。借り上げ上手い人に任せるじゃないですか。まあ、セットが楽な方での方の説明に流されたんやろな、多分。多分、セット楽なんだろうな、そう言うっていうことはきっと。うん。まあ、そんなことがあったぐらいで。あ。あとは霊に漏れず。はい。髪切ってる間に寝て。はい。起こされて。はい。お疲れですね、って。よく散髪しながら寝れるな。いや、ほんま眠なぬな。不思議。やわ この前、歯医者行ってんけど、歯医者でも寝てたわ、俺。いや、すごいな。歯医者で寝たら口閉じちゃうやんか。いや、なんか、いつの間にか終わって、終わっててか。どうやってやったんやいや、なんか、明確されるやん。うん。顔になんか、水飛ばんように。うん。なんか、布かぶせられた間に、寝ちゃってたな。すごいな。暗くなったら寝れるんだ。いや、歯医者は怖いけどな。いや、削る時はさすがに、なんか、起きてたけど。うん。なんか、いろいろされるやん。うん。埋めるとかさ。うん。削った後。うん。そういう時に寝てたわ。 ちょっと怖いけどな。何が怖いねん。いや、刃物とか持ってるじゃんか。強い,いからな。いや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 。<laughs> なんかわかんない。頭おかしくなったら殺されちゃうやんか。 頭おかしくなったらな。平和ボケしたボンボンですわ、私は。すぐ寝ちゃう。電車とかバスもすぐ寝ちゃうからな。電車とかバスも、まあ、寝るっちゃ寝るけど、電車とかバスはまたちょっと安心感があるけど。どっちかやねね。<laughs> おかしいやろ。歯医者の方が安心感あるやろ。電車の方が変な人いる確率が高いやろ。確か,確かにそうだな。味方やろ、歯医者さんって。 いまあ、その、直接的に体に触れられる率が高いやんか。やっぱり歯医者さんとか、美容師って。うん,うんうん。だから、まあ、あと、コクってなった時に、ガッってっあそうそうそう、そうそう、そういうのもあるじゃん。そう,うそうそう。近隣で道具を使われてるっていう恐怖があるやんか。あ<ー>まあ重、まあ、いやんいや、まあまあまあ、その削る時はさすがに大丈夫けど、埋める時はさ、寝ちゃうねんな。まあ削るときと埋める時の差もよくわかんないけど、まあまあまあ、<laughs> そんなもんか。柴田さんどうでした一週間。 特になんか変わっったたことはなかかでですかねあーでもあまだ洗濯機買ってないまだ買ってないですよ。<laughs> あ今回はあの洗濯機買ったとしても関係ない話,話,話です、ね。はいはい。あの、布団。いや、いい<う>何今の必死ない言い訳。<laughs> いや、別に俺もそんな詰めようと思って、<ー>まだ洗濯機買ってないかお前って怒ってるわけじゃなくて。いや、これね、なんかね、あの、配信とかでも俺よく洗濯機まだ買おうかな、みたいなこと言って、早く買えようって怒られてるから、うん、洗濯機を買ってないっていう ことがバレるのに勝ってない確かにと思って。<laughs> たまにやるよな、お前。なんか必死に急に言い訳始めるの。俺の中での重要さ、重要性があるから。ああ、ごめんごめんごめん。 布団丸洗いしたいなと思って。はい,はいはいはい。はいそれでコインランドリーで出来がちじゃん。ああ、そうなんやでっかいやつ,、ねでいやつ。でっかいやつ、そう。ょっめのそうそうそう。あれな布団を洗いしようと思って。うん。でまぁ、あ、布団持ってって。でまぁ、あ、待つやんか。で待ってたら、あの、親子連れが来て。うん。ま親子連れって言っても、老婆と、もう中年男性の親子連れ。うーん。<laughs> あんま親子連れって言わんけど <laughs> <laughs> これなんて言ったらいいんだろう <laughs>。 親子連れだろ、でも。でも、親子連れでは。じゃ親子連れってなんか、親がこう連れてるイメージだったから<ー>。この親を連れてるイメージ。ああ、でもそれちゃんとね、あの、親がこう連れてるパターンだったよ、えー。え ああ、そのちょっとあの、お子さんの方が、ちょっとなんて言うんだろう、あのー、入ってる人で。ああ、そういう親子連れね。そうそうそう、そういう親子連れ、そういう親子連れ。入ってる方で。はい、何、適切な言い方でどうやって言ったらいいのうん、別に今のでいいよ。入ってる、入ってる、入ってる方で、ああ、と思って、乾燥機を回してたんだな、その人たちは。うん。で、その、おか、お,お母さんっていうかもう、老婆の方が。 笑うことじゃないだろ、<laughs> お前 <laughs> や。やって。お前がそんなこと言うから。お前がなんか、親子連れイコール若いお母さんと子連れみたいなことを言うから。 なんか俺が老婆、俺が親子さんって言ったらなんか、へえ、嘘ついてるみたいになっちゃうやんか。やめてくれよ。事情がわからなかったから、その時。だから、その老婆、うん、老婆の方が開けて、うん、で、その、あの、入ってる方が、服を、服を取り出して畳むみたいな仕事をやってて。ほほえましいやんか。ほほえましい。ま、ほほえましくはないか。まあ、よくある光景。ほほえましいでいいよ別に。いやいやほほえましいって言ったら、<laughs> その本当の若いお母さんとちっちゃい子供が頑張って子供がゆっしいゆっしゃってなってるのが、ほほえましい感じだから。いいか <laughs> お前、良くない方向、良くない方向に行ってる。違うお前 お前がなんか変なこと言うから。違うよ。俺は事情らなくて言った後に、あーなるほどねって言ったのに、お前が引っかかってるから。お前が <laughs> だから、そのね、あの、親子連れお二人で共同作業でちゃんと畳んでて。うんうん、で、あの、と急に、その、入ってる方が、ああって大きな声出したわけ。うん、ああ。そのことってあるやん。うん、もちろん本読んでたからビクってなったけど。で、なんか、その、どうやら話を聞くに、その、まだ乾いてなかったと。乾燥機で。 やった服が。その乾燥機で乾いてなかったから、これを畳めないねっていう風にして、じゃあもう一回乾燥しようかみたいなことを言ってたわけ。うん。で乾燥機にまた、あの、入れ直して。で、あの、乾燥ってやって、ま、出てったわけ。その親子連れが。あ、またね。うん。出てったわけ。で、服、それ、その服しかなかったの。一着しかなかったの乾燥しさせるのが。え一着だけ洗濯機回した。いや違う違う、あの、全部で乾燥機から出してたんだけど、乾燥しきれてなかったのがその一着だけだったんだろうな。ちょっと分厚いからはい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 その一着乾燥してて、俺も布団洗い終わったから乾燥しようと思ってそのの横乾燥機入れる な、うん。で、自分でピッピッピって時間設定して。で、チラッと横見たら、その1着だけが回ってる乾燥機、2時間乾燥になってるんだけど。うんうん、止めてあげた方が良かったのかなやっぱ2時間っておかしいやん、絶対に。別にいいや二 2>, 2時間もする乾燥。無くなっちゃう洋服。燃えちゃう。無くならへんわ。<laughs> いだから、<laughs> おかしい。<laughs> おかしいよな。2時間もせん乾燥ができないよな。でも、初手で、う,うまくいかんかったから、<う>多めにやったんでしょ。1着だよ。いや、その配分分からへんやんか。 慣れてないんやろ一着でやることとか。<laughs> いやな、いかに乾いてなかったとはいえ、そんなびちょびちょだったかっていうぐらいのやつで、うん、なんか、これって、このままほっといたら、服ダメになっちゃうんじゃないかなと思って。まあ、痛むは痛む。痛む,痛むやろだからこれなんか、なんだったらちょっと言ってあげて止めてあげた方がいいのかぐらいに思って。でも、店の外なら何やろその二人はね。うんうん、でも、そのなんかあった時はこちらまでご連絡くだささいいっていうさコインランラドリーの連絡先があるやんか。<laughs> コインランドリーに言うことではないからな いや、でもなんか、そのコインランドリーのマシンもなんか影響がある。火事になるんじゃないかなと思って、そんなに長いことを完走し続けたら、機械に影響があるんだよね、アメリカいろんなこと考えちゃって。そんな、すぐ火事になるようなもうおかんやろ。でもやっぱ入ってる親子やんか、言ったらそのちょっと変わった親子だから、分かってないんじゃないかなと思って、 で、ハラハラして。うん。どうするんだろうと思って。電話するのもちょっとでもあれかな。結構真剣に電話のことを検討して。うん、なんか、監視カメラがあるからさ、この映像って全部わかるやん。その親子が出てったやつ、あと、うん、に俺がそのチラッと、親子の時間を確認して、あって持ってるって反応も全部監視カメラに映ってるやんか。あとから監視カメラ見られた時に、こいつわかってるのに通報しなかったのではみたいな風になって。俺が悪者というか。ならんわ。えっ 考えすぎやろっていうのをドキドキしながら考えてたの。うん、どうしようかなーって自分の感想、布団の感想を待ってたら、うん、20分くらいしたら親子が来て、その、親子が帰ってきて。で、あー、間違ってやりすぎちゃったなと。うん。もうお母さんの、まあお母さんてか老婆ね、老婆の方が気づいて。20分を2時間にしちゃったわ。そうそうそう、時間設定間違ってるわーっていう風にして慌てて、あの、キャンセルというか、止めて。あー、途中で止めて、はいはいはい。 で、服取り出して。うん、で、畳んで、行ったんだけど。うん、やっぱ、しないそいつだったらこれ、この時俺、やっぱ自分、この時俺、通報しなかった自分のことを、甘いのではというか、良くなかったのではって、ずっと、その、もやもやした気持ちを残したんだけど、考えすぎかな。考えすぎだと思う。本当。俺はもう、ことなかれ主義やから、うん。あんまり関与したくないから。いや、見て、なんか、気づかなかったっていうのがあったんだけど、俺、明らかにリアクションを取っちゃったんだよね。その、2時間を見て、ぎょってんするで、おーっていう。 いや、<laughs> その監視カメラにビクビクしすぎやって。<laughs> 違う、俺映ってんねん。ちゃんと2時間ってなって、中のこの、え、2時間やってるけど何着だっていうのを見てる、その隣の、乾燥機の中を見てるみたいな映像も残ってんねん、ちゃんと。いや、それを気にするなら最初から覗く行為が怖いけどな。あー、なるほど。人のそんなジロジロ見んなよ。これ有罪だろうと思って、火事、この店が火事になって燃えた時に、なんで通報しなかったんですかってなる可能性あっただろうと思って。 そうかないや、怖くない考えすぎかな。いや、にならんと申します。<laughs> いや、わかんないやんか。古いか、古い,古いコインランドリーだから、なんか、全然そういうのに対しての警備がなさそうだなと思って。いや、あるやろ。で、結構、なんかあったらすぐ連絡してくださいみたいな張り紙がいっぱい貼ってあんのよ。なんか、自動カメラ、自動ドアが止まったら電話してくださいとか、両替機。うんうん なんかあったら電話してくださいとか、洗濯機壊れたら電話してくださいとか、めちゃくちゃ細かく張り紙が貼ってあんねん。連絡を求めてるねん、その店は。俺に。もっと堂々と生きろよ。<laughs> いや、親切じゃなかったなぁと思って。 もっと親切に生きるべきでは、みたいなことを考えてしまったわけだ。もうそういう時あの、なんていうの、通報できる人間になりたいなと思った。すぐに。ためらわず。通報ね。うん。これは今だったからよかったけど、今後ね、なんかもっと明らかなる重大事故になるやつも事なかれ主義で。大丈夫だろう、ま。山火事とか、山、なんか山火事の序盤の方を見かけてもさ、あ、ま、まあ、まあ、こんなこともあるか。で、スルーしてしまう人間になってしまうんじゃないかと思って。いや、俺今のやつさ、うん。多分、その、小学生のお使いみたいな子でギリ。 話しかけてあげるぐらいやな。え、小学生のお使い話しかけるか迷うかぐらい。小学生のお使い、だ小学生が一人でなんか観測機とか使ったら話しかけてあげるってことあ,あどうしようみたいなしながら2時間とか言って迷ってたら、話しかけてあげようかなって、初めてそこで迷うぐらいで。 もう、でき、大人はもうできるだけかかりたくないけどな。まあ大人って言ってもさ、なんて言うんだろう。あの、その、まあ、ちょっと言ったら困ってる人やんか。介護が必要な人やんお母さんの方は大丈夫そうなんやのいや、大丈夫そうじゃなかった。お母さんの方はね、あの、お前が思ってる10倍老婆。まあまあ、でも大人の判断はできそうやろまあまあ,まあ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 、まあまあそれはまあ、まあ、できてると思う、多分。多分、うん。だから、だから。うん、それならもう話しかけないな。そう。だからお前、優しいと思うわ。ほんと。うん。優しいというより、ただ、ただ、なんか、昇進者が言うの優しさだけどな、これ完全に。<laughs> 自分が。監視カメラで見られてる。そう、監視カメラでもしかしたら、中学生の妄想じゃないんやからさ、<laughs> 火事になって、俺が捕まるかも、みたいな。<laughs> 怖い。そういうのよくあったな中学生の時妄想でなんか、被害妄想というか。やっぱその、自意識の拡大がすごいから。なるほどね。そう。じゃあそろそろ行きますか。はいはいはい。ソソイソースのラジオ えー、これゆうぶじチンポマンさんにいただきました。ありがとうございます。人生経験豊富なお二人ならばご存知のはず。友人の結婚式で積むべきご祝儀ってお金ないときは1万円でもいいのでしょうか。今度大学時代の友人が結婚します。出席しますに丸をつけたんですが、ふと、3万円って結構するなぁと、途端に及び腰。1万円にしたい反面、3万積むものらしいし、でも高いし、1万でごめんねと一筆入れておいた方がいいですかね。むつ<ず>これ、だから、これでも別にさ、絶対ってわけじゃないやんか。俺は1万で行ったことある。あるんだ いや、3万とか、なんか、あんま知らんかった時に、うん、なんか割り切れない数っていうので、1万でもいいんかなと思って、で、お金なくて、その時。はい,はいはいはい。全然。はい。なんか、1万でいっか、みたいな感じで、いって、あとあと、ああ、あれ、1万でいったけど、あまあ、そうか、みたいな。え、なんか言われたのそれって。なんか、お前1万円だったよな、みたいな。言われへん、言われへん。言いにくいやろ、もう顔も。 まあ言い,にくいか <laughs> あ別にき俺なんかその気持ちが曇ってれば金額はどうでもいいと思ってるんだけどまあ友人なら別にそんな、まあ、若かったりその収入があんまりなかったりっていう事情を知ってたらまあそうかそうかとはなるとは思うで俺がここで来たかったのは一筆を入れた方がいいのかどうかっていうことなのその中にご主儀袋の中にごめんな1万円でとかなんかメッセージを添えるというか1万円になっちゃったけど気持ちでは,は3万円だぞとかうそういうメッセージが実はあった方がいいのかみたいなことを 俺結婚式開いてないからな。結婚、露宴か。広縁を開いてないからな。うん,う,んう,んうん。回避制のパーティーでしかやってないから。難しいとこではありますけども。お前だったらどうお前が披露宴をやった時に友達から1万円しか入ってなくて、一筆書いてあったら。いや、でも俺ならというか、うん。俺は披露宴開くやつ頭おかしいと思ってるから。<laughs> ああ。<laughs> ほう。なんも思わんと思うねんな。うん、でもな、一筆書いてあることがちょっと煽りに伝わるっていう可能性もちょっとあるやんか。そ、まあそれはないと思う。え煽りにはならんと思う。一筆、こいつ一筆書くくせに金は出さないのかみたいなならないそんなん思う。いや、どうなんやろな、結婚披露宴ってさ。 全員から3万徴収で上司とかなんか身近な人から10万ぐらい徴収するわけやんって言ったら。まあ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 。で、自分たちの盛大なパーティーを開くわけやん。まあ,まあ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 。で、まあ開くからにはっていうので、攻めてものお返しとして引き出物とか。そう,そうそうそう。そう、あのー、はっきり言ってさ、お料理とかなんて言ったら、あの、多分し、広縁をするときにさ、もうあの、もう、料金をさ、その来る人数かける3で計算してると思うんだよね。開く人は。まあまあしてるな。やろうん。 その中でさ、つまり一人でも、なんかそういう1万円で済ませようってやつがさ、たくさんいたらさ。たくさんいたらな。たくさんいたら。でも、その、うまくいかないわけやんか。そのプランって。それでやろう,うん。まあまあ別に、大体でやってると思うで。金額がでかいから。<laughs> で、何、何十人、何百人も呼ぶから。<laughs> そんな、そうした時に、あの、その、ペラッと開けて、じゃあお金を計算していくぞって言って、ペラッと開けて、あれあれってなった時に、一筆書いてあったら、ムカつくんじゃないかな。え、自分で開かんであれ。え、<部>自分で開かんのあれ。表にして。 この人は何円って書いて、リストではと合計金額を渡されるえ、じゃあ一筆意味ないやん。<laughs> だから一筆とかあったら一筆も一緒に渡されるんじゃないかな。 あ、そうなんだ。多分そうやと思うで。じゃあもう、いいじゃん、1万円でじゃあ。じゃあ、な、より、な、なんだ、じゃあ全然いいやん。全然、なんなら5000円でもいいやん。え、でもバレるで、リストで。いや、バレたっていいやんか。だって、直接本人には伝わらないんだろ。いや、だからリストで伝わるって。この人は、やす。いやいや、いや<金>そのリストで伝わるけど、直接それを分けるのは本人じゃないんだろ。その、やつ、その札を。札っていうか <laughs>。な、なんじゃないかな。本人そんな余裕ないしな、多分ん。うん。あ、じゃあじゃあじゃあ,じゃあ、全然全然。俺が恐れてたのは、その本人たちがめくた時にムカつかれることを恐れてたから、リストになった時、 急激にその怒りは収まるよな。ああ、そうか。ってなるよな。ああ、お前、なんか、ご主義袋を開けるのワクワクくじ引きタイムやと思っても。<笑><笑>そう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 。<laughs> ああ、なるほどね。そうそうそう。それがあるとさ、やっぱ、ちょっと、あれやん。まあ、でも、お前みたいな精神性のやつ、僕、広縁開かんと思うねんな。ああ、なるほどね。こいつの金額いくらかな、ワクワク。うぅー5万円かみたいな。戦々 <laughs> そんな。戦と思うけどな。<ー>広縁、お互い広縁い開いてないから、実態がわからんすぎるな。<laughs> ムカつくかどうかもじゃあ分かんないってことや。もしかしたらムカつく可能性もあるってことや。お前包んだこともないんやんな。ない。自慢じゃないがない。あれ、どう、どうやっけな全部開く。だって200人分新郎新婦が開くもんじゃないよな。いや、どうなんやろちょっと、知らんな。わ <laughs> 分からんすぎるな。分からんまま進めてもしゃあないな、これ。<laughs> え、詳しい人を待ちます。はい。な、僕も気になったんで詳しい人を待ちます。披露宴開いたやついるかな知り合いに。ネットで。 天草さんもやってないだろ甘草やってない。土地屋もやってない。やってない。知らない。いら、いないやん。身近に。披露宴やった人が。お前開け。披露宴？うん。えぇ無駄だ。金の無駄じゃん。ラブラビチャンネルみたいなやってたよ。カップルチャンネル。え、しかも何架空でやるのえ、いんのお前。結婚相手。いや、いないけど。いないけど架空でやるのもおかしいだろ。あ、そううん。明らかにおかしいだろ、架空でやるの。それ、クラウドファンディングと何が違うのいや、クラウドファンディングでやろう。絶対。 意味がいよいよ分からん <laughs>。いよいよ意味が分からん。それを動画にするんや。ああ、なるほどね。うん。なる,なるほど、なるほど。次 DVD 出すとき、それやろうか。おもんね。楽しいやろ、きっと。いや、もっと <laughs>、もっとあるだろ。<laughs> <laughs> もっとあるか <laughs>。<laughs> えー、続きまして、松チャッキリさんにりいただきました。ありがとうございます。疑問です。はい。 さっきディズニーランドでチンコを露出し、女性に押し付けた男性が逮捕されたニュースを見ましたが、彼は教員。それも修学旅行中の引率中だと知って気になりました。この後の修学旅行って普通に続行されたんでしょうか例えば、先生や生徒が亡くなったなら即中止でしょう。それに、この逮捕レベルで中止したら親のクレームも凄そうです。罪が罪だけに余計に過ごそう。とはいえ、引率の先生がもしクラスの担任だったら、その後担任は誰がやるんだっていう話ですし、 他人でなくても旅行中の何かしらの役割になってたはず。果たして続行できるのか続行したとしたらずっとおちゃらげ担当がチンコ押しすぎギャグを旅行中やりそうです。お二人はキャンピングカー事故をしても旅行は続けていましたが、もしあれで、ソいスさんが第三者を怪我させて逮捕されていたら、島川さんたちは旅行を続けていましたかなるほどね。うーん、ありましたね、このニュース最近。これ先生たちもいつ発表するんやろな、生徒たちに。 発表しないのではないかってちょっと思ったんだけど。旅行後に。旅行後にこんなことが実相当あったよっていう。あ、じゃあ隠すんや。明らかにいなくなってるの。なんかじ、あれ先生いなくないっていう、そう事情があって、先生はちょっと今修学旅行から、みたいなことを言って、はぐらかすんじゃない、うん、だって、やってる最中に発表したらもう、それ影響がでかいし、みんな動揺するだろうし、楽しくないだろうし。そうやなうーん <laughs> とりあえず続けるんかなとりあえず続けるやろ。まあ、でも気づかれそうではあるな。なんか、噂というか、ざわざわしそうではあるくない。なんか、相当、な、出来事だしな。なんでこの先生も修学旅行中にこれをやったのかわかんないしな。めちゃくちゃ酔っ払ったんかなディズニーランドだぞ。C じゃないのか、酒出てないか。めちゃくちゃ溜まってたのかななんか、何かが。なかなかしなくないこんなこと。この、男性教員さ。うん。ま、53歳らしいねんけど。はい、特別支援学級担当してたんやって。あー、なるほど ということは、その、ストレ、特別支援学級を担当することによる過度なストレスかなってことなのかな夢や思ったんちゃう夢や。なんか嫌なことがありすぎて。<laughs> あ、もう夢や、ここはって。<laughs> あ、夢の国に来たってこと、ね、夢の国をそのまま、あの、捉えたんや。文字通り夢の国ってなって。ここは夢の国だってなって、チンチン出しちゃえ、夢の国だからってなったんや。うん。こんな現実ちゃうしって。ちなみに、えっ、ー、と、事故で俺が逮捕されてても旅行は続ける残りのメンバーで。 うん俺が逮捕されてたら、でも事情聴取は、まあ、受けるやん。まあ、確かに俺たちは受ける。まあ、逮捕というより、誰かが怪我してた時だよね、パターンとしては。考えうるのは。誰かがすげえありえない大怪我。例えば、骨折。骨折 いや、思ったんだけど、骨折なら続けてそうじゃないあの、ギブスしてさ。ちょっと骨折しちゃったぜって来たやつを。一日で出れるのは骨折って折出れる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 。足とかじゃなかったら絶対出れるよ。変な折れ方とかしなかったらもうギブス巻いて、あとはもうだって安静にしてしかないんだもん。だから、あの、仮に足とか折ってても、車椅子とかに乗って参加するんちゃう誰かが押して。お前が、そいつが押して。そいつお前押せよって。できるかな <laughs> お前のせいでこうなったんだからお前が押すべきだろって言って。そんな言える骨折した時に。いや、骨折ぐらいなら言える,るわ。 足なら足なら手足なら手足なら。なら肋骨とかやったらやばいんかなんか、そこら辺。肋骨とかでもまあまあ言えるだろうな。なんかもっと頭蓋骨いっちゃってるとか、骨盤、頸椎いっちゃってるとかだと、ちょっと笑えないけど。一人入院が必要はまあでも全然続行はできるんじゃない一人入院になっちゃったけど、まあお見舞いして、じゃあ,あ、と続けようかっていいんじゃないまあ俺からは言えへんよな。まあそれからは言えないだろうな。<laughs> それが帰りたい人は帰って、その気にしない人は残ってやろうぜ、みたいな判断になるのかな。 でも、その時もそうやったやんな。あ,あ、その時もそうだった。あの、帰りたい人は帰ってもいいよ、みたいな。こんなこともあったし、ちょっと、しんどい人は帰ってもいいですよってなったけど、うん、誰も帰らなかったから、あの旅行は、<laughs> なってたわけだから。で、どうするっつって、近くのロッジ借りようぜ、みたいな。そう。キャンプならできるか、近くで、みたいな。そうそうそう。ちょっとさすがにもう車で移動は無理だから。うん。<laughs> 近くにこんなんあるぞ、つってな。そうやな。ノリノリで決まったよな、あれ。そうや、そうやな。うん。 いや、多分ね、あのー、事故が終わって、あのー、ホテルに泊まれる宿泊施設に帰ってから、話し合って決めたんだよね、うん、ノリノリで。酒飲,酒飲みながら。酒飲みながら、よし、キャンプしようぜっていう風になったんだよな、あれ。だから骨折ぐらいだったら多分イけてたと思うよ。骨折する人がやろうぜって言ってたらやってた。ああ、そうね。まあ、俺骨折しちゃったけどやろうぜってなったら、おおじゃあやるか。 あれちょっと飛行機代ももったいないし、なんか、休み取ったらももったいない,いなうな。そうそう,そう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 、せっかく来てるのにな、っていうのがなぜかあったような、みんなに。うん、もったいないがあったような、確かに。えー、続きまして、ゲートスカイ泣き山さんをいただきました。ありがとうございます。それさ、島中さん、はじめまして。私の友達に一人、ガキがいます。どういうことか説明します。 友達数名で、この日に遊ぼうと決めて、何して遊ぶと決めていたところ、ガキがバーベキューしたい。遠出してラーメン食べるのもいいねと発言。その後、おののの車が様々な事情で使えなくなってしまい、バーベキューは断念。遠でも断念。近場で遊ぶしかないね。どこに行こうかと話を進めていました。その間、ガキはだんまり。結果として宅飲み。または、近場のレジャー施設で遊ぶかどうかということになったんですが、当日になってガキは、体調を崩した。今日はパスと連絡。 これだけでガキとそうするのは総称と思うでしょう。しかし、ガキはこれ以前にも、自分の希望通りに、ことが進まないとめて当日ドタキャンを繰り返しているのです。精神性が子供、ガキなのです。お二人はこういうガキどう思いますか俺やんドタキャンはせんか。ドタキャンはせんのでは何がアかんのかわからんわ、これ。 おー。俺としてはなんでこんなやつと友達とつけてるそんなにガキとかっていうぐらいだったらなんでこんなやつを使うな、なんか環境をつけてるのかよくわからないなっていうことやったんやけど。グループでいると、うん。なんかこいつ切ろうぜってなかなか言えへんやん。おー。 いやから、渋々いるんじゃない嫌だなと思いつつ。いやだからこいつも参加者の一人というか、リーダーではないわけやん。ああ、なるほどね。よいや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 大して悪いこと、俺も何があかんのって思うんだけど、別にそんなん自由やん。え、まず、何して遊ぶって言った時、バーベキューしたり遠出してラーメンを食べるのもいいねと発言。これはすごい良いことやんな。まあまあ自分からやりたいことを発表してるわけだからな。何でもいいよっていうより全然いいようん。いや、俺何でもいいで、みんながいいなって言ったから、バーベキューにしようってなったけど、うん、まあちょっと無理でしたと。はい。で、その間、だんまりって別にな。やだやだって だけ全然そうやな。みんなが話し合ってることを、だんまり、あ、まんじりでもせず聞いてるわけやんな。なるほど。うーん、まあ、しゃあないかーって。ああ、聞くしかないもんな、なこれは。な、ええじゃあ、これしようぜって言ってほしかったってこと別の代案、を出してほしかったってことじゃないん。だから、あのー、ゲートスカイさん的には。自分で出せよ。 いや、それは。頼ってんのか頼ってないのかがわからんねん。まあ、それが議論に参加してほしかったんじゃないああ<ー>。一緒に盛り上がってる感というか、いいねとか、わーとか、あれはどうだいとかって言ってほしかったよ。ああ、なるほどね。うん。ちょっと、あ、目に見えてというか、発言数が目に見えて少なくなったっな明らかに慣れてるなってことがわかりやすかった。不機嫌がわかりやすかったやろうな。ああ、しょうがないけどな、やりたかったことやれへんくて落ち込んじゃって黙るのは。うん、うん。で、その後に、あ,<ー>あの、ドタキャン、当日体調を崩して、今日はパス。 いや、これ、わかんのこれなんか、そんな。やりたくないことやったやろやりたくないことや、だまあ、だからだるくなっちゃったやろうん、やりたくないことに付き合う必要はないやんか。<laughs> そうやなどういうグループな <laughs> 謎のグループだよね。なんか、やろうって決めたことには絶対集まらないといけないみたいな。<laughs> し、仕事えー、よくわからんなちょっと、ゲートスカイ泣き山さんがキョロキョロしすぎていうか、周りに気を使いすぎてるだけでは。こんなこと言うと、めちゃくちゃ子供っぽいこと言うねんけど。うん。 そんなさ、なんか、調和、調和、せなあかんの。なんか、俺も調和してるんだから、お前も調和しろよっていう、調和の教養というか。これは、全面的にそれぞれの言う通り。おっしゃる通り。胸を張ってくれ、そう。間違ってない。いや、なんか間違ってる気がすんねんな、すごい。あれ俺の方が、このゲートスカイ泣き山さんより、悪いと思うねんな。え、でも、でも、でも。多分こういう人たちにとったら、なんかお前がやりたいことには付き合ってもらってるんだから、お前がやりたくないことも付き合えよな、みたいな。 こと言われてるる気がする今ゲートスカイ楽しいこと、だって大人なんだから、やる付き合いは選べるわけやんか、学生と違って。高校生とかじゃないんだから。持ちつ持たれつやんみたいな。いやいや、でも楽しいことだけをやっていきたいわけやんか、せっかくの。大人の休みって貴重じゃん うん。そんな時なんか、やりたくないことやるのはおかしな話やんか。でもこっちはバーベキュー別にしたくないけど集まろうってなってるし、みたいな。いやいや、じゃあ、じゃあ、ゲートスカイさんも、俺バーベキューパスって言えばよかったわけで。そんなんずっとやってたらみんなが集まれなくなっちゃうじゃん。いや、集まりたい人だけ集まればいいやんか。タイミングがあってやりたいことが合う人だから、そのためのグループじゃないのか。一人二人じゃないんだから。グループ持ってないやつはこれだから。<laughs> 友達がいないやつはこれだからわ。じゃあそんな楽しそうじゃないグループだったらいらない友達も。気を使って自由なことが。<laughs> <laughs> 絶対こっち派の人そう思ってるって。いるやんか、たまにコメントとかでもこういうなんか人たち。あ、いるな。 み、お互いが不幸になってるだけじゃないのか、そのグループっていうのは。だとしたら、わざわざ、その関係性を続ける意味とはってすごく思ってしまうんだけど。これやっぱ俺が友達いないから。なのかな次から汚れなくなっちゃうかもとかに怯えて生きてるんやろ良くない汚れなんかった、そんなクソみたいな。一人でいた方が楽しくないか好きな1人で楽しい。いや、みんなでいる方が楽しいやろ。うぅ、一人で好きなことやった方が楽しいだろ。みんなでいる方が、みんなで好きなことやる方が楽しいやろ。そういうもんや、 ってなってて、ちょっと我慢しつつやるもんやでって知ってる人からしたら、いや、お前も我慢しろよって言いたくなっちゃうんじゃないな自分だけが我慢してんのもなんかムカつくやろ。仕事じゃないんだから、その我慢するって発想がよくわかんないんだよな、人間関係において。しかもなんかこれ遊ぶ友達だろ<ー>え違うんかなじゃあこの発想じゃないよな。どういう発想でこういうことになるんやろうな。全くピンとこんな。意味がわお、俺は意味がよくわかってないで、これ。何これって思ってるで。俺もや。なんで一緒にいるのって思ってるし。<laughs> でも俺らは今多分悪者や。えー、わがままなクソガキくだりや。えー、多分。違うんかなあそうなんだ。へえ。全然理解できへん。俺も全然理解できへんから。<laughs> 困ってしまって、ワ,ワン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 なんだが。ああ、子供の歌。<laughs> やっぱりガキだ。<laughs> 続きまして。ルートタルさんをいただきました。はい、ありがとうございます。しマやかさん、そやさんにアドバイスを賜りたいです。 はあ、ちょうど今仕方、駅のホームで電車を待っていました。列車到着予定場所の列の先頭でした。すると、すると僕の前にヘルプマークをつけたジジイが足を引きずりながら、ふいーと言いながら割り込んできたのです。<laughs> こんな時お二人ならどうしますかおいおっさん、障害を待ってることに囲つけて順番抜かしかい。世間が許しても、俺が許されんぞとぶち切れますか僕はすぐさま列から外れ、別の列の最後尾に並びました。なぜなら社会規範を守れない。つまり、 この世の道理を守れない人間は何をしていかすかわからないからです。正直僕の行動はベストオブベストだと自負してますが、他にやるべきことってあったんでしょうかなるほどね。うん。いや、いい選択ではあるな。順番抜かしをしてきたやつに対しての対応ってこれが、果たして本当に正解だったのかなっていう。俺は、<い>俺なら、うん、ジジイやん、遅いやん。うん。だから俺多分、パーって扉開いたら、そのじいさんがいないかのように、そのじいさんの順番を抜かすわ。はははは。 あ、昔かし返すってことそこで。昔かし返すんじゃないかな。なるほどなるほど。全然それもいいよね。パターンの一個よね、それも。ーうーん。むかつくからな。座りたいし。<laughs> まあまあ座りたいよな。<laughs> うん。いやでもなんかそういう時事ってなんか、昔かし返したらまたなんか、コラーとかって言ってなんか絡んできそうじゃないか。何をするんじゃわしの順番をって言って。抜かしてるやつが抜かされた時に文句って言えへんやろ。 いや、それはお前がなんてそのジジイのことを信頼しすぎだと思うわ。何をしていかすかわからない率はすごいわけだから、じじいの。万引きしたババアってさ、うん、万引きした後にさ、うん、その荷物をひったくられた時さ、大騒ぎできるから。確かに興味深い。確かにそれはなんかあれだな、ちょっと気になるな。<laughs> 確かにそう、確かにそうやな。言われてみればそうやな。罪を犯したやつって、その同じ罪を犯された時どうするんだろう。泣き寝入りなのかな泣きというか、 続きまして、続けてわかる対等ダンサーよりいただきました。ありがとうございます。ウェディングケーキ倒したの見たことあるよ <laughs> 友達の。あるよあるよ <laughs> はいはいはい。友達の結婚。 披露宴に参列した時、スタッフさんがカートでケーキを運んできているところを見ながら飯を食っていたところ、カートを止めるタイミングで感性が働いてガッシャーンとケーキが倒れてました。その後、スタッフさんがわ。ーっと砂糖に群がるアリよろしく集まってきて掃除したり、カートを片付けたりしていました。その後、絶対このタイミングじゃないよね。っていうタイミングでケーキの糸をやり直していました。次第の入れ替えですね。ちなみに私の調べによると、あのウェディングケーキって1番下だけ本物で、あとは全部発泡。スチロールとか軽いダミソラなだとかカートをしていた男性スタッフは闇金ウシくん出てくる。多重債務者みたいな顔になっていました。 消せろせろ。うん、なるようになれさっていう意味の言葉だな。消せろせろ。 なるようになるさ。カート押してた男性スタッフに言ってんのか。多分おそらく。笑い声みたいに聞こえるな。<laughs> セラセラ。ワンピースとかの。でも実際、なんかこういうことあるとちょっと思い出に残っていいよね。なんか普通の結婚式より。なんかみんなとも話になるやん。将来的にあんなことあったよな、<で>ハッピーな場やしな。そう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 。なんか、うわーみたいな。やった方はたまったもんじゃないかもしれないけど、そんなに怒られなさそう。いや、めちゃくちゃこだわりのやってたら、わからんで、ウェディングケーキもなんかこだわりの、そのー、 頼んでたシェフで、みたいな。ああ、なるほど。もう二度と作り直すことはできません、みたいな。で、ウェディングケーキってところダミーだとだみんなで食べるものが切り分けてみんなで食べるものかと思ったらそうじゃないらしいやん。このなんかダミーを使ってるってことは。いや、そうそう、だからその、本物のとこを切り分けて食べるね。あ、そうなんや。で、あとはダミーでなんか豪華になんか装飾してんね。じゃあ別に、その、倒して壊したとて、まあまあ。いや、でも装飾が壊れるからな。 え、だって別にあれって終わったら捨てるわけだもん。ダミーうん。持って帰るわ終わったらな。でもやっぱ飾るのが大事やんか、その場に。持ってきて、そこで飾るのが大事なわけやん。豪華なケーキが。まあ、場合によっては入刀部分以外は偽物とかあるからな。なるほどね。偽物っていうか、 発泡スチロールに生クリームを塗ってるみたいな。あ、なるほど、なるほど。省エネにしてるわけだ。どうせ食べねえから。うんうんうん。お、上々上々上々でもまだ作り直しやんな、だから。あ、そういうことか。うん。お葬式の場のやらかしって、なんか、こういう怒られ、より怒られそうだお葬式の方がお葬式怒られそうだよね。なんか、ちゃんとしないと。なんかあるお葬式の場って。昇降の台を、なんか、はい、倒すとか。うん、まあまあ、普通に怒られそうやな。<laughs> そうやろうん。 仏とさんの前でって。そうそう、なんか、ちゃんと、あれ、あっちの方が正しい手順を求められるやんか。でも、がっかりはないやん、なんだよ。そんな、葬式をさ、楽しみにしてたのに、うん、悔やまれるはないやろ。いやー、でも、最後の最後、なんか言ったら終わりよければ全てよしの場じゃん、そこって。そうなん、そういう場 <laughs> なん <laughs> 違うやろ。今までの人生をその場で総計算、綺麗に終わらせる場じゃないのか、そこって。ま、あいろいろあったけど、葬式が楽しかったからいいよね、じゃないんだ、あれって。残された人がお別れするための場所やろ じゃあまあ別にちょっとちょっとの失敗ぐらいいいのか。近い人も悔しいか、尊敬してて父親のこと。うん、で、盛大にやってあげたいってやったけど、めちゃくちゃミスって、ごめんな、みたいな。うんうんうん 俺なんか、子供の頃葬式に参加した時見てたけど、うん、そのなんか、ご、ごし、ご家族で、ご遺族の皆さんで、遺体に、うん、棺を持って遺体に運んでくださいみたいなくだりあるやんか。うん、ああ、はい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 。あのくだり失敗してる人見たことあるけどな、子供の頃。落としちゃった人見たことあるけど。ああ、ああ、あちょっとあの、照れ笑いしてた。うん、まあ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 。<laughs> 大人って、大人も照れ笑いするんだと思った、それで。あと、葬式ってやること多いから。<laughs> あの、そんなことにいちいち怒ってられんだよ、か。<laughs> <laughs> まあまあ無事ならよしや、やろう。それでもね、偉いもんで、ね、そのなんか、なんていうの、あの、葬儀の人、うん、結構、いい方に捉えるというか、まだ帰りたくない、まだ行きたくないと、別れを惜しんでるんでしょうね。あんまり良くないろ。みたいなことを言ってた。<laughs> あんまり良くないろ、この言葉。<laughs> <laughs> 寂しい、寂しいと、まだ皆さんとの別れを惜しんでるんでしょうね、みたいなことを言ってたから。あ,ねね、あとウェディングケーキもだから、こういう一言があったらいいやんか。ああ、確かに。ウェディングケーキは、ウェディングケーキはこのように崩れてしまいますけど、この二人の関係性は崩れることありませんね、みたいな。あんまりうまくかかってないな。<laughs> <laughs> 無理やりすぎるな。<laughs> どっちかというと不安になる。あ、ウェディングケーキのようになるかも。いや、い,いや、そっか、そっか、ええー、と。倒れるということは、みたいなこと、アメリカでは何々っていうのがあって、みたいなこと、<あ>いや、調べといて、マニュアル作っておけば、はいはい、ウェディングケーキが倒れるということは、け 天使がやってきてくれて、結婚祝福しに来てくれてるということなんですよ、みたいな。天使が引っかかっちゃったっていうことなんですよ、みたいなこと言えばいいのか。ああ、いいやいいや。天使がつまみ食いしていったみたいですね。すわはは、みたいな。そう,そう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 。あ、いいやんか。あ、MC の人持ってそう、そういうの。<laughs> <laughs> ありそう。確かにありそう。あ、さだからそういやの人も持ってるんだ、そういうの、多分。うん。あ、絶対そうだ。あ、なるほど、なるほど。やけにスムーズに出てきたと思ったんだよ。<laughs> まあ、持ってるやろうあるだろうな。あるだろうそういうミスって結構。あ回もやってた。ああるだろうしな、絶対。でも、その MC の人、あの、棺別な係員が棺を持っていくときに、水が入っている皿を蹴っちゃって、うん、バシャンって水をひっくり返ったときは、慌ててたで。うん、何も言わなかったで、あ、ああ、のってなってなんか、困惑してたで。ただのお水やからやろ。<laughs> いや、なんか、あの、水が欲しいと言ってるのかもしれませんね、みたいなことを言うのかと思いきや、ただただ、あ、すいません、あの、吹きます、今すぐ、みたいなことを言って、ただただ困惑しちゃったよ。まあ、あの、フォローって自分でやるもんじゃないやんか、そういう。ううだって、例えば今の天使の説明だってさ、他の人の水を和ませようとするそんならいいけど、自分でさ、<laughs> 倒した後にさ、あ、天使が食べたかったみたいですね、って <laughs>。やべえやろ。めちゃくちゃいいやん。自分で倒した後に、<laughs> <laughs> 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 しばらく前を置いて、天使がつまみ食いしてしまったみたいですね <laughs>、みたいなことを言ったら、 <laughs> 自分で言ってると思うけど。<laughs> あんまり良くない。他の人が言う方がいいやろ。まあ他人が言う方が確かに、あれだな。あの、許せるな。<laughs> うん。お前が言うなよって気持ち強いな、確かに。続いて、愛はミドルさんよにいただきました。ありがとうございます。観光で旅行に行くとき、観光スポットで鼻くそをほじってそこに捨てるようにしています。自分の DNA が刻まれるみたいでやめられません。うん。のこ,この鼻くそじゃなきゃいけない理由ってのは何なんだろう。もう鼻くそが一番手軽やな。唾液の方が早くないか。いや、なんか唾液って、 むずいやん。むずい。べーってやるな、人は。あ、鼻くそだと気軽にカリカリポンでいけるからか。うん。手先でちょちょちょいちゃいって、手だけなんかうまくやればいけそうやん。なるほど、なるほど。ああ、なるほど、なんか俺、ま、道端に唾を吐く人間の感性がよくわかんなかったんだけど、これをやってると考えるとすっくりくるな。 いや、あれはなんか、普通に、ポイ捨てと一緒でしょ。すごい、カーってやって、ペタンペッて吐く一人じゃないですか、気軽に。街をゴミ箱やと思ってるというか。<laughs> どうしてそんなことするんだろうってすごい思ってるんだけど。まあ、自分が歩いた後やんか。うん。それって。うん。だからもう、あとは知らないやろ。自分は関係ないやろ。DNA を刻んでるんだだから違うって。<laughs> 伝わらんかななんか、伝わらんかなって言ったら俺がやってるみたいよ。<laughs> 犬と同じだよな、ね。犬って、あれやん。自分の DNA と刻んで、自分のラーバリンしとるやんか。あのパターンを、だから彼もこの人も鼻くそでやってる。マーキングを鼻くそでやってるタイプの人ってことや。そうやな。そういうことやな。ション似たようなことやろ。立ちションする自信とかもじゃあ。ちッションはマーキングじゃないやろ。なやろあれは何だいや、だ,だから、それ説明したら俺がやってるみたいやん <laughs> 必死に説明させようとするなよ。<laughs> <laughs> あれはどういうことなの知事はすぐ対処するけど、あれなんでなん知ったこっちゃないからやろどういうことそこが汚れようがどうだろうが。<え>自分にはもう関係ないからやろ自分が我慢するより、うん、トイレまで我慢するより、うん、出しちゃえやろえー、そう思ってるんや。俺がじゃないよ。<laughs> あ、もう言うわ、俺がそうや。え俺はそうやった。<え>俺はそうやったな。 小学校の時よくタテションしてたけど。うわ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 。え、したことないよ、お前タテション。え、もちろんあるで。じゃあかるやん。それさまじゃあ、この鼻草のやつは結構、じゃ納得できるというか、ああ、あるある。いやえ全然あるあるじゃないけど。うん。あ、もぜ取り上げたのこれじゃいや、なんかこういう考え方って面白いなと思って。ああ、なるほど。自由な発想してるなって思って。おいい発想だなと思ったから取り上げたんや。ポジティブやん。ポジティブやん。なんかやってることが言い悪いは置いといて、ポジティブやん、なんか。楽しもうとしてるやん、いろんなことで。 ちょっとしたことで楽しみを見つけてる。ああ、それがいいなと思ったんや。うん。なるほどね。ラジオ出せ。続いてテーマメールです。おい。えー、今週のテーマは、えー、自分がやったのに黙ってたやらかしです。これいっぱい来てたな。やっぱみんなあったなうん。<laughs> なんか嬉しかったわ。過去最大に来てたんだうん、やっぱみんなあったんだな経験者だったんだな、みんなも。 なんかコメントでさ、前回、やらかし多すぎだろうってコメントあったけど、そんなことなかったな。心がみんなもあったわけだから。じゃ、紹介していこう。えー、ジルコンさんよりいただきました。ありがとうございます。えー、自分の失敗でなく拒否したんですが、化粧品を製造する会社で勤めていた頃の同僚の話です。はいはい。その会社では付着すると皮膚が溶けてしまうような検絡品を取り扱っていました。万が一、皮膚に付着してしまった場合、一刻も早く綺麗に洗い流し、専門家に中和する薬を塗り込んでもらわなければいけないような激薬です。ほう。 が、同僚はその劇薬を保管室内で盛大にぶちまけ、足が劇薬まみれになるも、怒られたくなかったのか、その実を隠蔽。結果、その夜に足の腐食が進行、救急車で運ばれるも、そのまま帰らぬ人となりました。<え>同僚とはいえ、部署も違い、全く話したことがないような人ではあったんですが、同じく隠蔽癖のある私はこの事件を聞いてゾッとしました。以降、失敗はできるだけ早く先輩に相談するようにしております。 怖な,いな。怖すぎるって。<laughs> 怖,<い>怖すぎるわ。もう、こんな、やめてくれ。この、教訓じゃないけどさ。黙っていたことよ警告やん、俺らへの。言わなかったこと、うん、言わなかったことで怒られるどころか、死。う今なんかゲロ吐きそう。<laughs> やめろよ、こういうこと言うの、俺らに。 200さんいただきました。ありがとうございます。イタリアン系の居酒屋で積極のアルバイトをしていた時です。割と本格的なイタリアンだったため、名前が結構長かったり、日本ではあまり聞き慣れない料理が多く、メニューにリゾットがありましたが、あまり聞いたことのない長い名前のチーズのリゾットというものが2種類ありました。うん、居酒屋ということもあり、賑わう中で一度で聞き取れることができなかった私は、リゾットを頼まれた時はいつも私の気分でどっちかを選んでいましたが、 一度もバレることはなかったです。ちなみにお客様に何度か、このリゾットの種類は何が違うのと聞かれた際は、こちらのチーズは濃く、こちらは少しクリームっぽいなど、特にじゃないのによく知ってます風に説明していました。おお<ー>これはよくありますよね。これね。なんとなく雰囲気で言う。前半めっちゃあるわ。ありますよね。このどっちかわからんかった時、なんとなくでやって出す。とりあえず出すみたいな。<laughs> すごいわかるこれ。後半はやったことないな。 説明するみたいな説明するみたいな時に何となくでやったことはないかなああ本当にめちゃくちゃやってたな俺服だったからさ、うん、シーズンごとなんかほぼ同じなのに麺、うん、が変わったから新しい全く同じものの若干バージョンアップしたものみたいなやつが店に先に並ぶやんかこれとこれって何が違うんですかみたいなことを聞かれた時にまあその素材がちょっと良くなってますみたいなそんなことはないのにちょっと染め方が変わりましたねとかへすごい生地の厚みが少し違いますねみたいな ぜ全体そんなことない説明はしてた。すごいなうん。だから、迷惑よな、お客さんからしてみたら、嘘つかれてるわけだから、普通に。店にもなそう。まあ、俺大体、だいたい、や、わかんないですねいやな<笑><笑>。わかんないですねって言ったら怒られるくらい、なんか、わかるやつを連れてこいよみたいな。え、じゃあわかるやつ連れてきてみたいなこと言われないのいや、ま、そういう人がいる場合は、うん、少々お待ちくださいって言って聞きに行くよ。おお。わかんないですねって言って、 あ,あじゃあいいよってなった。じゃあ買わないからいいよってなれる可能性もあるわけやんか。お前の接客によって。知ったこっちゃないやん。知ったこっちゃない。売れようが売れまいが。<laughs> まあ、そうやな。うん。知ったこっちゃないよな。お前の言ってることはそれと正しい。知らないことは知らないですって言ってた。で、大体のことを知らないから。うんうん、いや、ちょっとわからないですね。基本や。 実直だよな、そこの辺は、すごく。まあ、だってそこで分かるふりして得することなんにもないやもん。で,でもその場はのげるやん、とりあえず。分かりませんで、別にしのげてるもん。いや、分かりませんって言ったら、その次のス,、うん、ステージを用意される可能性があるやんか。では分かる人連れてきてくださいとか、なんで分かんないんですかとか。なんで分かんないんですかって聞かれても分かんないん分からんからな。<laughs> 連れてきてくださいってったら呼んでこい,いだけやし。<laughs> 楽ちんやん。 怒られる他の人に任せるから。<ー>怒られることはないし、わからんからと言って。ひげぶたさんをいただきました。ありがとうございます。小学生の時、地元の小学校を合同で行うサッカーの内退練習で起こした話です。 へ自分に向かってバウンドしながら転がってきたボールを適当に思い切り蹴飛ばしてボールの行き先を見ていたところ、よその学校のサッカー少年の頭に向かってボールが吸い込まれるように飛んでいきました。当たり前ですがその少年はまさか自分の頭にサッカーボールが飛んでくるとは思ってもなかったので、側頭部に突然勢いのあるサッカーボールが衝突したその子は見たことない倒れ方をしました。すぐに周りにいた子やコーチらが倒れ込んだ子に集まって声をかけていましたが、自分は遠くで心臓バクバクしながら、犯人は俺だとバレないでくれバレないでくれと祈り続けました。<laughs> 結果として犯人探しは行われませんでしたが、10年 った今でもあの光景が忘れられらませんあ、なるほどね。怖いですよね。バックバックやったやろうな。大変なことだもんな、これ。うん,うん、気持ちがすげえわかるな、なんか。うわあ、なんか、やったんじゃうかな、俺、こんな、同じようなこと。<laughs> なんか、今、ちょっとバクバクしてるもん。<laughs> あんま覚えてないけど、やったのかも同じようなこと。<laughs> あ、怪我させて。バクバクが。なんか、いたずらでやったことが。あるわ あ、それはあるわ。たい,いたずらで、軽い気持ちでやったことで、めちゃくちゃな損害が出てしまったので、ドキドキしたことあるな。とか、そういう時、言い出せへんよな。俺、やられた側だけど、雪玉の中に石入ってて、それが思いっきり頭にヒットして、血が出て、誰がやったんだみたいになったけど、誰もやっぱ言わなかったもんな。俺が雪に、雪玉に石入れたとは、やっぱり。<laughs> え、なんでなんでこんなことにみたいな。全員が、え、どうしてだろうみたいな。雪で、一人だけ、 あ,あちょっといたずらのつもりやってんけどな、みたいな。いるんやろうな。ドキドキしてるやつが。さすがにあの、近所のお、大人の家に急に駆け込んで、治療してもらったもんな。すいませんって言って。へ<ー>あ、押しても全然してもらったしてもらった。あの、血がすごい出てたから。うわもうそれ言い出せんわ。ん<ー>大事になってる。大事になってるやろ。<laughs> どうしたのえー、なんでって風にして、めちゃくちゃ引いてたから、その大人も。一定までやったもんな、多分。そう。その投げた子も。そう。まさか、血が出て。<laughs> 何人同んよりいただきました。大学2年の頃、洋菓子店でバイトしていた時の話です。オープン作業でマカロンをショーケースに並べている時に、10個入りの箱を落としてしまいました。幸い、箱ごと落としていたため、マカロン自体は床に触れていなかったのですが、形が壊れているのもあり、4000円分のマカロンが廃棄になりました。その時、ワンオペだったため、社員が来る前に隠蔽しようと、床に落ちたマカロンをビニール袋に入れ、自分の皮にしまいました。何事もなく業務が進み、体験し、持ち帰ったマカロンを食べている時に、これは窃盗になるのか いずれバレて怒られるんじゃないかと思い、次の出勤からその日の排気マカロンを自然な範囲であるプラス2で計上し始めました。<laughs> その後、5回出勤して、あの日のマカロンの計上が完了したタイミングで留学に行くと嘘をついてバイトをやめました。とのことで。頭いいなああ、素晴らしい。プラス10でいきなりやっちゃうか、何もやらずに合わないぞってなっちゃうか、どっちかよもおすすめ。う多分。えー、メタルキングさんよりいただきました。ありがとうございます。 シモヤカさんやソイスさんと比べると、やらかしレベル1程度のやらかしですが、事務員になれたての頃、エクセルのこの範囲を印刷してと言われ、印刷したら、範囲を指定しておらず、気づいたら、永遠に、罫線のみ書かれた紙が500枚ほどコピーから出ており、途方にくれた思い出があります。<laughs> <laughs> 厳しい上司だったので、紙500枚を無駄にしたとは言えず、デスクにすべて隠し、こそこそとシュレッダーにかけていました。とことあー、まあ、まあ結構ありがちなミスですよね。まあ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 。まあまあ500はなかなかやけど、えら偉いなあ、シュレッダーにちょっとずつやるって。ね。なんか、そのまま持って帰るとかっていう。そのままゴミ箱にドーンじゃないのえ、そのままゴミ箱にドーンは絶対バレるやんか。500枚。でもなんか紙がいっぱい、その捨ててある場所とかあるやんか。あるあるある。そういうとこにまとめてドーンで、ドーンって言ってたわ、俺。 俺これ学校のプリントで、学校のプリントでやれって言われて全く同じことやったけど、やったことあるけど、その時は自分でノートにしたで、ホチキスで。40枚ぐらい ?40 枚ぐらい。らい紙もらっただけやん。<laughs> <laughs> 500枚はちょっと、でかいね、規模がね。500枚って言ってあれ、あれぐらいか、あの、束というか、一、積んでる分ぐらいか。一束ぐらいだろうな、あの、コピー用紙の。ああ、まあまあ、それぐらいだろうなのね。大丈夫だよ。ろ。え、続いてヒゲ豚さんにでてきます。ありがとうございます。コンビニ焼きのアルバイトをしていた時の、ホットスナックを揚げる機械の油を入れ替えるときに起きた出来事です。機械の下に油を抜く管があるので、そこに古い油を貯める缶を置くのですが、 缶の残量を確認せずバルブを緩め他の作業をしていました。少ししてそろそろ全部抜けたかなと機械に戻ったところ油が缶の容量を超え床に水たまりのように溢れていました。<laughs> パニックになった自分は何を思ったかバックヤードから店内床掃除用のモップを持ってきてその油を拭き始めました。もちろん拭けるわけもなくモップは 油を吸って伸ばすだけ。さらに焦り、ここで大量のティッシュや新聞を引いたところ、これが解決策になり、ひとまず状況は解決しました。しかし、その日の昼にパートのおばさんから LINE が珍しく来ました。なんだろうと思い開くと、油まみれのモップの件でした。 今日出勤したら、モップが油まみれだったんだけど、〇〇くんなんかしちゃった。この部分を見た瞬間、心臓がバクバク。白を切るか悩みましたが、すべて話しました。LINE はすぐに終わりましたが、次のシフトで注意を受けました。あー、ちゃんとでも話してる。偉いやんか。まあ言うしかないやろ。バレるもんな。絶対、人へ入ってるし、監視カメラあるしな。まあまあ、バレるけど。あこういう時言うかないや俺、俺 LINE、ラインでも言わんと思うな わかんないですって言うと思うな、ワンちゃんにかけて。まず、天秤にかけるよな。ほんまにバレてるかバレてないのか。ああ俺しかいないのか、ごま貸し切れるのかって。様々なことを想定するわな。いけるって踏んだら、うん、白切るよな。<laughs> でも、なかなか切れへんくない ?50% ぐらいだったら、白切っちゃう。え、カメラに収まってんの分かってたらその、大した大事じゃなくて、監視カメラをわざわざ確認するような、あれ手間かかるから監視カメラ確認するのも、うん、監視カメラを確認するようなことはしないであろう。 ああっていうのにかけて、そんな大ごとじゃない油、モップが油まみれってそこまでのことじゃないから、そこまで果たして確認しに行くかっていうところで、粘るよね。でもシフトは自分しかいないの、ね、で、シフト的には。うん、でもなんか、その、モップが油まみれなことってまああり得ることやんか。僕はモップ見てないですけどねって言ったらやっき、有金のやつ、有金のやつがやったみたいな。 でも自分が掃除の仕事もあって、うんうん、絶対にモップを触ると。うん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 。ってなったらとかいうことか。そうな、うそれはちょっとあの、考慮するべき。やな、自分で自白するときの判断材料よね。コンピューターめっちゃ動くよな、<laughs> <laughs> すごい動いてると思う、この時のコンピューター。パチパチパチってものすごい形状してくれてると思う。さまざまな情報これ白木ってさ、うん、いやでも、〇〇くんしかいないけど、ってなったら、もうん、くそ、きついよな。 いや、そこまで言ったらもう、そうなっても、白切り続けるしかないやん。いや、でもわかんないです。本当わかんないです。で、こうこう、こうだよねで。で、監視カメラ見ました。これ映ってるの君だよ、ね、いや、え、なんでだろうわかんないです。本当に、あの、え、なんでだろうよな。<laughs> きつい。あきついな、その時間。<laughs> ああ、しんどいな。でも,も、白切る方向にシとしてしまった以上、もう火を認めるのは無理やから。あでじゃに、監視カメラ、でもわ、本当に僕じゃないですよ。監視カメラ、なんでですかね、これ。えなんでだろう怖いな、ってなるともうほに。 俺は、うん、あーって思い出したふりをするな。<laughs> そこで。<laughs> ありましたって、パニックになっててもっと使った忘れてました。<laughs> と<か>あ、そっちもあるか。あー、なるほど、思い出したパターンもあるなそんなことやったことあるな。詰 <laughs> められかけて、あぶれっ,ってなった瞬間に、あっって途中で、なんかもう多分大根やんなんやろな。すっげえ。明らかに嘘。白々し,しい。あ、あー、みたいな。<laughs> そうです、みたいな。 <laughs> まあ、バレバレやったやろなえ、明日やるさんよりいただきました。ドラッグストアで働いていた時の話です。お客様のポイントカードが期限切れ間近だったため新しいカードをお渡ししたのですが、夕方の混雑時でレジが混み、パニックになってた私は、 移行手続きを全くせずに何も情報が入っていないカードを渡してしまいました。元々のカードも本部に起こる鍵付きのポストボックスに入れてしまったため、カードの情報を参考に問い合わせすることもできず、らら自分にはどうすることもできないし、仕方がないとそのまま誰にも言わず黙って仕事を終え、帰路につきました。ららその後も働いていましたが、特に店長に何も言われることはありませんでした。ちなみにレシートとレジの画面にはお客様のポイント数が表示され、 確か、あのお客様は5桁ぐらいポイントが溜まっていたのですが、次来店され0ポイントになってるレシートを見てどう思われたのでしょうか今でも気になります。なる <laughs> ね。まあ、店長が対応してんじゃないかな、ああ<ー>、なるほど。て、後から来られて、すいません、これデートないんだけど、うん、どうなってるのみたいなこと言われて、あ、すいませんで店長が鍵付きのボックスなど開けることができるだろうから。あとは5桁のお客さんやから、問い合わせもできるやろ、多分。うん。こういう時って自分、 何も言われないときってなんか裏で誰かがなんかしてるよね。うん、多分そうやろうな。それによって問題が起きてないだけだよね、だから。怒るのとか詰めるのとか犯人探して疲れるからなそうそうそう。別にいいやってい。解決するわけでもないし。やめちゃうかもとかあるやろ、うん、そ,うそうそう。誰のメリットでもないよな、これって。なら言わない。それにつけ込んで言わないのは良くないと思うよ、<laughs> でも。だからといって。あんま、舐めすぎやろ、やっぱり。言わないって。甘えすぎというか。人のなんか疲れることに乗っかって。 じゃあ、セーフでしょ、みたいな。セーフではない。じゃこっちもやらかしたなと思って、罪悪感は感じてるわけやんか。やってしまったなっていう思いは、ずっと、っとこうやって、心にくさびるのように残り続けて、これがもう、宿罪やん。反省し続けるっていう罪を償ってるやん、この。人が言うことやからな、それ。俺らが言うことじゃないよな、多分。こっち側が言うことではないよな。 まあでも、あるよね、こういうことって。ああ<ー>。ポイントカードとかやっぱ手続きめんどくさい系のやつは、ついつい物は忘れちゃうこともあるよな。お客さんから預かったクレジットカードを返さなかったということで、何回もあるもん。あ、クレジットカードあるあるやろうん。えー、クーサーにいただきました。ありがとうございます。大学生になって、発売とでカフェ店員をしました。初出勤日に店長に、アイスティー仕込んでくれるパックでできるやつで簡単だからと指示され、作ろうとカウンター内を探すと、パッケージ表記のないティーパックが、 見た目がどう見ても麦茶のパックでしたが、店長に確認もせず、その、そのままそのパックで仕込みを行い、店をオープンしました。いろいろ教わりながら忙しく仕事をこなし、休憩を開けると、店長と他のバイトが何やら揉めており、聞いてみると、お客様からアイスティーを頼んだのに麦茶の味がすると言われたらしいのです。私はすぐ気がつきました。ああ、朝仕込んだアイスティー。あれがやっぱり麦茶のパックだったんだ。と、 心の中で焦りました。店長は一口飲んで、いつもこんな味な気がするけどなぁ、言いがかりじゃないと言いながらアイスティーを仕込み直しており、自分も、はい、ちゃんと仕込みました、と嘘をつきました。<ら>仕込み直して、店長が使用していたパックは自分が朝使っていたものではなく、しっかりとパッケージにアイスティーと書かれていました。らららら朝からアイスティーは何杯も出ていましたが、指摘してきたお客さんは一人だけでした。 店長さんは優しさでさ、なんか守ってくれたっていうことなんじゃないこのクーさんをさ、初めてのバイトで多分仕込みの失敗したのが刺したから、あ、うん、まあまあまあ、みたいなので大ごとにしないように。めちゃくちゃすごいやん。優しい店長さんだと思うけどな。わかるやんけ。さすがに店長さんが飲んで、こうちゃんと麦茶の違いがわからないはないやんか。これ麦茶かもって、<laughs> なって、うん、母、俺が頼んだからこうなったのか。そうそう、新人さんに頼んじゃって、こんな風になっちゃったんだろうな、ピーンと来て、 うん、こんなもんだけどなうん、みたいな風にして、な、なかった、他のバイトたちには、バレないように。えー、ザ・セカンドおもろなかったさんよりいただきます。ありがとうございます。車でお弁当を運ぶ仕事をしていた時の話です。地下駐車場に止め、一箱に20個弁当が入っているものを台車に乗せて運びます。地下駐車場は台車の滑りが恐ろしくよく、その日は急んで運んでおりました。するとどこかの段差に勢いよく当たり、 感性の法則で、一箱が遥かな彼方に飛ばされ、天地がひっくり返りました。<ー>見ないふりをしようとしましたが、上部の弁当がぐちゃぐちゃになっておりました。自分ならまだ食べられると思い、運び終え、販売の人に、個人的に、車で運んでる時に揺れが大きく、お弁当に影響出ちゃってるかもしれませんと LINE しました。その方は頭が変なのか、グループ LINE に、お弁当がぐちゃぐちゃで売り物にならないと書き込みました。頭が変ではないだろう <laughs> 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 そんなことないだろ <laughs>。いや、こいつがこそこそと個人でやろうとしてるからグループラインでや、やったったんやろ。ひどいよな。ちゃんと責任の所在がわかるように。ひどくないよ。 いや、ちょっと弁当が、ちょっとくちゃっとなっただけやんか。それをこそこそと隠そうとしたから、こんなことになるねん。<laughs> 晒し物にする必要もなくねな、個人的にさ、注意やめた、よくないよって言ってくれたらこっちもさ、あすいません。え、でも、売り物ならんから責任取ってくれよっていうのもあるんやろ。人情味がないよね、そこに対してなんか。マシンだよな、もうこれ、それって完全に。もう機械でもできることやん、そんな応用の効かさだったらさ。ミスがあった、だから上司に報告しますなんて。もうそれはもう誰でもできることやんか。誰でもできることをやってない奴が一人おるからな。<laughs> じゃそこに人情というエッセンスを加えることができるのが人間じゃん。あ、ミスしちゃったんだろうなとか、こう、間違っちゃったんだろうなっていうことをおもんぱかって、で、みんなに言われると怒られると思ったから、私だけに個別に行ったんだろうなっていうことをこう、思ってくれて、そのやり取りをしてくれれば、お弁当確かにぐちゃぐちゃで売り物にならだけど、どうするって聞いてくれたらいいやんか。どうするってこの人が決めれへんやろ、多分。うん。座席がンらもなかったさんが決めれへんやろ。いやだから、その上司に報告するけど、どいいって聞いてくれればいいやんか。そのワンクッションあってから報告ってことそう。そしたらこちらとしてもさ、心の準備ができてさ、 なんでミスった側がそんなさ、要求ができるわけ <laughs> かわいそうや、ザ・セカンドおもろなかったさんが。しょうがないよ、この人がちゃんと報告してなかったんから。弁当を倒しただけやん、彼がやったことは。一番大事なことやんか。<laughs> そういう仕事やねんから。<laughs> 箱、倒さずに運ぶのが仕事やねんから、倒しただけやんって。 このミスをさ、みんなでこう、あざ笑ってやろうぜ、みたいな。グループ LINE に投稿することによって。あざ笑ってはないと思うけど。なんかすごい大ごとにしてやろう、みたいな。反省してもらわないとなって思ったやろ。うわうわうわこの、反省するかどうかをこいつが決めることじゃなくないこのグループ LINE に送ったやつが決めることじゃなくないははーんって気づいたやろ、こいつ。絶対ぐちゃぐちゃにしたけど、済ませようとしてんな、みたいな。なヘラヘラしてんなって。で、それをだからミストのミスを上げつらって、みたいなことやろ態度やな、ミスってより、その後のああわざわざ個別にライン e 送ってきたっていう、その、あさました。うん。 なんとかこいが、いかりよかったやろ。<laughs> じゃあ、ザ・セカンドさんが悪いやんか、じゃあ。俺はそう思ってるで。おお、俺もそう思ってるよ。いやー、な、いろんな懐かしい思い出を思い出したわ。えー、よくないですね。やっぱ自分から言わないとなうん<ー>。死んだやつもいるし。そう。ぞっとしたよな、やっぱ。ああ、俺の未来の姿かまあ、こんだけあっても自分から言わんのやろな <laughs> お前は。なんでなんそういや、お前先週これあったよな、なんか。それは結構毎回あるやんか。まだ治ってないな、そういや。確かに。 で、これ聞いても治らんやろな。うん。まあ、逐一聞いていくしかないな。どうなってるって。でも、だんまりを突き通すから。いや、知らないですね。知らないってないね。取ったか取ってないから、<laughs> お前、お前。あ、エラーでした。今、出先なので、また後で送ります。ああ、よくやるやつね。家にいるけど、そう,う。家にいて、それから取るやつね。そう。殺したくなるよな。<laughs> で、ファイル名さ、小賢しくさ、いじらずにさ。うん っった時刻書いたまま送ってくる <laughs> もう嘘やんけ、<laughs> こいつって思って。そこやっぱ嘘つきたくないやんか。最初から嘘つくれよ、じゃあ。せいせいどどいたいやん、そこは。じゃあファイル名も変えてほしいわけいや、嘘ついたからにはな。ちゃんとファイル名も偽装して、動画に元々入ってる、そのなんかフィックスみたいなやつも変えて、全部完全に偽装して渡せってことまあまあ、まあ、嘘ついたのよな。手間やんか。じゃあ最初からそんな嘘つくなよ。こっちの気持ちも分かってくれよ。一緒にやってるやつがめちゃくちゃ嘘ついてくれやんって。<laughs> がっかりする気持ちも、嘘つかれる方の。わ <laughs> <laughs> かったわかった。あの、ちゃんと、あの、嘘つきとうさ俺。今度から小坂しく。<laughs> それからもう最初から本ンのこと言ってくれたらいいや。どうせ遅れるんやから今から撮りますでいいや、うん、うん、確かに確かに。まあ最近なくなったけどな、その今から撮りますって言うけどな。うん。じゃあそうやろほら、えー、成長してるじゃないあとは、聞かれる前に言ってくれることも待てばいいのか。そう。 聞かれる前に自分からちゃんとミスを言い出すっていう。すいません、ちょっと取ってませんとか、取れませんでしたとか、予定変えますとか。うん、うん、そう、ね、そうやろう。今のところ言われて初めて、あ、予定変えようと思ってますっていうだけだから。ラジオだぜ来週のテーマとしましょう。この、うん。あの、お便り、もう一周いけると思うね。えー、まだあるこれを今のを聞いて、思い出したこといっぱいあると思う。おあそういえばっていうやついい。そういえばみたいな。ないかな、さすがに。久々に隠居裁判やる隠居裁判スペシャルどっかでやりたいなぁ。 ちょっと、早いんじゃない ?1 ヶ月後ぐらいにやろうぜ。あ、まだちょっと早いってことそれまでに、今気になってる人は、誇ってもらって、振られてもらって、<laughs> 用意、玉を用意しといてもらわないと。そんなやついないだなあ、キャ裁判あるし、告ろうかなて、まあ。いないとは思うけど、そんなやつは。そんなやつはいないとは思うけど。<laughs> じゃあ、来週、キャ裁判やりますか。そうですね。久々に改定や。うん。だから、張り切ってどうぞ。重いよね。多分、溜め込んだやつぶつけてくれ。半年ぶり、半年上ぶりですからね。 このラジオは皆様からの材料を募集しております。メールフォームは動画の下にある動画概要欄に載っているので、ぜひ送ってください。よろしくねじゃあ終わりますか。はい。お相手は、ソイソしおゆと、しもやかでした。さようさよなら。